芦屋浜の8時過ぎですね。東石畳から参ります。釣り人2名様ですね。風は穏やかです。エビ巻き高ポイントですね。東石畳サバがねちょっと減ったんでね、当たれば血の跳ね間違いないでしょう。総合公園前やってまいりました。釣り人比較的今日は多めですね。場所は空いてます。西側の石畳にやってまいりました。南風が気持ちいいですね。何か釣れてるでしょうか。今日はおるのはおるんですね。多分ね、ちょっと前の方行ってるんですね。この西側石畳はね、松林のおかげで午前中10時ぐらいまでですかね、日差しを遮ることができてます。結構涼しいです。サバはねどうやらね5時台ですね。サバは5時台、水がちょっと悪いですね。この水だとちょっと酸欠っぽいのでね、台風が通り過ぎると綺麗な海になってまたいっぱい釣れ出すと思います。石畳ですね。浮かせグレですね。餌は4、5回ですね。ちょっとね水、オキアミとちょっと水潮でね厳しいですけども、なんとかグレが2枚ですね。おーすごいね。あ、見せてもらえますか。はい、あー、ようさん釣れた。すごいね。自分で釣りましたの？お父さんと釣った、違うな。釣った、言うとですね、やっぱ5時あー、ちょっと早い時間ですよね。やっぱり木上がるとなかなか釣れなくなりますね。